皆さんこんにちは。浅草わはは本舗娯楽座のアポロです。2月3月公演、勢ぞろい大江戸捕物帳、こちらの公演の中でですね、僕は3月公演坂東豆福という役をやらせていただいたんですけれども、その中の自己紹介ネタでこちらの表紙を使って本邪魔をやらせていただきました。まあ、本邪魔というのはですね、一般的に物ボケとも言うんですけれどもね、その3月公演16公演あったんですけれども、毎日 4ネタずつやって、全部で65個ぐらいですね、ネタを日替わりでやったんですけれども、その中で一番受けたベスト3と一番滑ったワースト3を、皆さんに見ていただきたいと思います。それではまずベスト3からご覧ください。歌舞伎表紙着本邪魔、ご覧ください。ヒー福田君アナゴお前よりすごい。それでは続いてワースト3をご覧ください。いかがでしたでしょうか。本邪魔ネタ残りまだまだたくさんあるのですが、それはまた別の機会に。それではお花見ミュージカル満月たぬき御殿の花婿、劇場でお待ちしております。アポロでした。